皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、なおこちゃんの242ステージ攻略いってみましょう。今ちょっと雨降ってるんですよ。いや、どうしたらいいですかどうしたらいいですかね。もう困っちゃう。さあ、赤落ちてきてほしい。赤落ちてきて星を作りたい。星をあと1個下げたい。ちょっと待ってください。少し考えないといけない。青で1段下げて、あ、ここで1段下げられる。よし、これ、1段下がっちゃった、また。なんということでしょう。もうしょうがない。これで特殊ジュエルを作って。はい。バカ、勝手にバカしないで、ちょっと。さあ、これで組み合わせていきましょう。なんか雨降ってるとあれなんですよね。車で、なんかお出かけするぐらいしかないんですよね。ウォーキングもちょっとできないですし。これもしかしてあれなんですか。黄色を増やさないといけないの、マスを。マスオさんって感じですよね。ちょっとよくわかんないこと言ってますけど。なるほどですからね。よくわかんないこと言うの大好きですから。よくわかんない。どうしましょう。これちょっと増やしておきた。この爆弾どこまで何マスでしたっけ。今日結構ずっとお遊びしてるんですけど、シースルマッチ3さん。爆発しちゃった。やれちゃいましたね。やられたーですよね。特殊ジュエル作りたい。作りたいけど作れないと。どっこいしょと。はい、これ消して。ちょっと黄色のマス組み合わせないと。これでいける。これで端っこ埋めましたよ。オセロゲームみたいな感じになってますけど。これで横一列いかないでしょ。いけますか。いけますね。だから特殊ジュエルを作るのを専念して、なるべく。これで作れる。よし。爆弾もできた。これで星作れますね。星が欲しかったと。星だけにと。これ横でしょう。特殊ジュエルは、作れないですね。これで1個作れる。はい。ってことは、これと星を組み合わせればいいと。星だけに。黄色、青、オレンジ。なかなか難しいですね。これで横一列ダーンってして、あと15回しかない。案外難しいですね。黄色。星を使いますか。何色が多いですかね。緑で爆破させてもいいですし。青と組み合わせますかね。はい、ダーン。ちょっと残っちゃう。あれが横だから、これで特殊ジュエル作って、消えちゃう消えちゃう。勝手に消えちゃう。あと13回。左側ちょっと埋めておいて、あと12回。黄色、オレンジ。でもいけそう。この辺。こうすれば。で、横でやるでしょ。ちょっと待って。右が消せるからまだ消えないで。よし。これを消しておけば、あとはいけるでしょう。こうして、消して、よし。で、こうでしょ。ちょっと緊張してますね。緑。さあ、これで、このオレンジ消せてもいける。消えちゃった。ラッキーですけど。かっこよく決めたかったおり。
さあ、ということで今回の動画以上となります。他にもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。